ラジオドラマ幸せの鷹取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす鷹取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも鷹取家の人々はとてもとても幸せなのでした。牛乳大好き、その2。皆さん、朝から牛乳いっぱい飲みましょうね。大人は1人コップ2杯がノルマです。何ノルマって？昨日牛乳買いすぎて今冷蔵庫に7本も入っとるけんよ。その上、大ちゃんが買ってきた牛乳は見切り品やけん、今日明日中に飲み切らないかんし。俺牛乳いっぺんに何杯も飲めんって。俺も朝のコーヒーに入れるくらいで。牛乳は冷凍保存できないこともないけどね。冷凍庫はすでに冷凍食品でパンパンですもん。じゃあなんかレシピを考えよ。みんなおやつよ。わーい。わー、ばあば、なんこれ、杏仁豆腐？食べてみて。うん、いただきます。あ、これ牛乳やん。おいしい。牛乳ゼリーを作って缶詰のみかんと合わせたら、まるで杏仁豆腐みたいですね。うん、こりゃうまか。飲むだけやなく料理で使えばたくさん消費できるんよね。よし、晩ご飯にも牛乳バンバン使いましょう。みんなご飯よ。はい。あー、なんかごちそうやん。今日は1日限りの牛乳大量消費メニューです。こちらからブロッコリーのクリーム煮、ポテトグラタン、ベーコンのミルクリゾットでございます。デザートはパンナコッタ、ミルクのシフォンケーキ、きなこ牛乳餅になります。使い切ろうっつう執念を感じるな。あー、晩ご飯から時間経ったのにまだお腹いっぱいな感じする。俺も牛乳って結構腹にたまるな。今日はちょっと牛乳使いすぎたかもね。でもこれで牛乳が随分消費されたんやない？賞味期限内に全部使い切れそうやろ。いや、まだまだ、もう少し飲んでほしいね。あー、よかゆやった。風呂上がりの一杯やろうかね。いいね、つまみ持ってくるか。パパ、さっきお腹いっぱいって言ったくせに。酒は別腹。ビール、ビール。ちょっと待った、今日はお二方ともこっちを飲んでくださいな。は？こっち飲んで？まさか。そう、風呂上がりといえば、はい、思い出してください。銭湯に行ってお風呂から上がったら何飲みます？牛乳。そう、腰に手を当ててグイッといきますよね、牛乳。これうちにあるコップで、一番フォルムが牛乳瓶に似てるやつに牛乳入れてありますから、戦闘気分でガブガブどうぞ。はーい。